なんか日本テレビが今頃24時間テレビ寄付金着服について謝罪したみたい。あまりにも遅くない？まあおそらく今年も24時間テレビをやるから事前に謝罪しておこうと判断したのだと思うけれど。では詳しい内容を見てみるね。日本テレビは17日午後4時40分から24時間テレビ特別番組を放送し、昨年11月28日に判明した系列の日本海テレビジョン元経営戦略局長が24時間テレビの寄付金を着服したことを謝罪し、再発防止策などを示した。冒頭、24時間テレビチャリティー委員会の八木元会長が登場して謝罪。その上で、この度の日本海テレビで起きた寄付金の着服は断じて許されることではなく、委員会として着服された寄付金金額の全額を返還するように求めました。去年11月30日、全額が委員会に返還されたことをご報告いたします、と伝えた。続いて、三浦麻美アナウンサーが、24時間テレビチャリティー委員会31社、関係者283人に各社で聞き取り調査をしました、と報告し、2件の不適切な寄付金の取り扱いがあったことを説明した。最後に八木元会長は、皆様からお預かりする寄付金を大切に扱い、責任を持って支援を必要とする方々に届けたいと思っております。そのためにも、より安心で厳正な募金活動を目指すとともに、皆様からの信頼を回復するための活動を続けてまいります、とコメントした。何が、より安心で厳正な募金活動を目指す、だよ。っていうか、もう誰も24時間テレビの募金なんかしないんじゃない？日本テレビ、24時間テレビの信用は、すでに地に落ちてるんだよ。そしてネットでも、次のような批判の声が多く上がっている状況。すいませんでした。って、次回の24時間テレビは丸月にやりますので、募金をお願いしますね。てか、募金や番組自体を中止にする発想はないのか。第一報は結構前だったよね。ごまかしきれないと観念して、昨日になってからやっと謝罪？なめとんか。謝って済む問題じゃないような気がする。で、今年もしれっとやるの？詐欺の次は漫画家を死に追いやったけど。おいおい、まだ24時間テレビやるつもりかよ。一般人は誰も望んでないぞ。やっぱり続けるのか。美味しいもんな。儲かって美味しい思いができるから、番組そのものをやめる気ゼロって感じ。儲かるんで中止にはしません。余罪あったんかい。状態化しててわろたわら。誰が信じるか。募金詐欺続行。複数スタッフで相互監視しても、そこにいる全員が来るなら防ぎようがないけどなわら。募金するのにわざわざ日テレを挟む必要があるのか。いや無理。もう1秒たりとも見ない。やらない方がいい。これを機に24時間テレビもうやめろよ。いらないんだよ、感動の押し売りは。感動ポルノに寄付するアホール。視聴者から募金募っておいて、タレントにはギャラが発生してる時点でおかしい。番組続けるなんて、社会的にやりえないのにね。もう打ち切れよ。人一人自殺に追い込んで、愛は地球を救うとか笑わせるよ。もうみんなの声が全てだよ。24時間テレビなんてもう打ち切るべき。それこそが本当の意味での謝罪につながるんだからね。でも、もしも今年も24時間テレビをやろうものなら、セクシー田中さんの件も相まって、恐ろしいほど炎上するんじゃないかな。だって、一人の漫画家を自殺に追い込んでおきながら、愛は地球を救う、だからね。とにかく、今年は24時間テレビをやるべきではないと思います。日テレさん、英断をお願いいたします。